さんこんにちは、笠部ミュージックスクールギター講師の菅又と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は練習方法について、というテーマで動画を撮影しております。はい、前回までの動画見ていただいた方はご存知かと思いますが、もう一度説明いたしますね。はい、練習方法についてというところです。今回の動画は C、練習範囲は短くというテーマでお送りしたいと思います。どういうことでしょうね、練習範囲短く。もうそのまんまなんですけれどもね、最初から最後までいきなり練習してらっしゃる方っていらっしゃいますかね。それはすごく多分ね、効率悪いんじゃないかなと思っちゃうわけですよ。はい。いいです。できるところとね、できないところと曲の中であるので、それを探るために一回バーッと弾いてみるみたいなね、ことをするのはありだと思うんですが、やっぱり弾けないところと弾けるところが、ね、すごく、まあ、言い換えれば、苦手なところと得意なところっていうのが、こう、いろんなね、形で出てくるわけじゃないですか。ね、それが、苦手なところは苦手なまんまって言って、その曲弾けたって、果たして言えるんでしょうかっていうところなんですけどね。で、はい、よくありがちな、方の、ありがちな練習の仕方ですね。僕が指導している中で、見る光景として多いのが、一回ミスをして止まっちゃったりとかね、それは全然悪いことじゃないんですよ。しょうがないです。うん。なので、まあ、止まっちゃいました。止まったらそこから練習をね、また再開するんですよ。皆さんね、例えば、禁じられた遊びみたいな曲とかで、こう弾けるんじゃないですか。で、ここで間違えて、あーみたいな感じになった時に、こっからこうやり出すんですよ。こういう練習方法をしてる方がね、非常に実は多かったり多く見受けられるかなと思っています。私は違うよっていう方いらっしゃったら、その他、申し訳ございませんが、そうなんです。大事なのは、その手前に戻って、また練習を再開するしないと、要はそこの今ね、このここですね、ここで間違いをしたわけなんですけれども、なので、要はそのここのね、スライドするところが苦手っていうわけじゃないですか。なのでここで一回止まったら、その先から進めちゃうと全然意味のない練習になってっちゃうんです。なので、この辺からですね、2小節か2小節ぐらい前から戻っていただいて、で、この後バーって続ける必要ないんです。もうね、ここだけでもいいんで、はい、うん。これがね、100発100中じゃないですけど、できるようにまずなることっていうのが先決です。はい。で、できるようになったら、ちょっとさらに手前から、ちょっとその先までっていう風に範囲を広げていく練習ですね。なので、最初から弾くと、ここまで来て初めて、次もちょっと行ってみる。で、ざーっとその後ずっと行く必要ないんです。もちろん弾ける方はどんどん行ってもらって構いませんけれども、ちょっと不安かなって、これこうじゃないだろうな、みたいな、少しでも思った場合は、ちょっと一回戻っていただいて、途中から始めて途中で終わる。ピンポイントでなるべく練習してあげた方が、すごく効率いいと思います。例えば、ここで言うなら、これってものの 2,3 秒ですよね、きっとね。でも、ここからこう練習して、こう行って、こうやってここまで行っちゃうとね、もう多分10秒近く経ってるんじゃないかなと思うんですよ。まあちょっと秒数測ってないんで正確な数字はわかりませんが、要は、なんか極端な例出すと 1,2 秒で、できる練習、コンパクトな練習ですね。10秒あったら、1、2秒だったら最低でも5回ぐらいできるじゃないですか。その方が絶対に効率いいですよねっていうお話です。なので、こう厳しくっていうわけじゃないんですけれども、やっぱり、できないことはできるようになってほしい。うん。で、ここで納得と次同じようなシーンがあるときには一発でクリアできるようになってたりもするので、長い目で見たときには絶対こういう風に練習してた方が、最短距離をいってるんじゃないかなっていう風に思います。あと、多いのが、途中から弾けない方。
これはですね、こういうコンパクトな練習が足りてないせいで、最初から行かないとですね、指が覚えてないっていう感じなんですよね。それも非常にもったいない話だったりするので、ぜひぜひ、例えば、1小節前、2小節前って決めていただいて結構です。2小節前だとちょっとかったりなとかっていう感じであれば、1小節前からでもいいので、1小節目前から弾いて、問題のよく間違えてしまうところを過ぎたらすぐ止まる。で、もう一度やる。で、それを何度も繰り返すってなると、集中してる時間っていうのもその何秒間かんだけで済むので、練習疲れって多分ね、ないんですよ。ずっと弾いて、あ、間違えた、またこっから、間違えたこっから、ようやく最後までついたって、2、3分の曲を10分ぐらいかけてやる。その時の集中力ってものすごい、必要だと思うので、結果、一曲弾いただけですごく疲れちゃうんですよ。はい。なので、腰が痛くなったりね、力もすごく入ってるだろう、肩とか、ね、凝るっていう方も多分、僕もそうなんですけどね、非常に多いんじゃないかと思います。なので、なるべくコンパクトに、練習をぶつ切りにしてって、で、できるようになっていったら、そこからこう広げていく。前後、2小節。問題のところがあったら、その2小節前からやって、その2小節後ぐらいまで、つなげて弾いていく。で、できるようになってったら最初からやって、その箇所をっていう感じですね。はい。なので、間違っても最初から最後まで一気にふわって弾くっていう練習は、実は僕らもあまりやりません。やっぱりそこのね、該当箇所、できてから次、該当箇所できてから次、パーツ。で、その後にパーツができるようになったら、そのパーツをつなげる作業ですかね。はい。これをゆっくり丁寧にやることが一番弾けるようになるポイントじゃないかなというふうに思っております。では、以上、この短く練習するっていうテーマでお届けいたしましたが、ここまでいかがでしたでしょうか。はい。また機会があればですね、動画撮影していろいろあげたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。